はい、皆さんどうもおしんチャンネルへようこそ、ご覧いただきありがとうございます。おしんになります。よろしくお願いいたします。まあまだね、どんどんとこれからね寒くなってきますけども、皆さん今日はどんな一日をねお過ごしになりましたでしょうか。風邪とかですね、まあ、体調管理とかね非常に大事になってきますので、まあ、とにかくね、まあ、暖かくして、まあ、元気にね過ごしていただけたらなと思っております。まあ今日ですね、まあこうチャンネルですけども、じゃあ今日のテーマ、前回に引き続き、まあ、気づきと目覚め第2弾ということでね、こうちょっとお話をさせていただければなと思うんですけども、まあ、気づきと目覚めっていう部分ですけど、まあ、特にですね、まあ、本当にこう、いろんな方々に普段からこう、接しさせていただいてまして、まあ、お話もね、こう、結構、こう、いろんな形で、角度でね、こう、話をさせていただいたり、今日も本当にこう、いろんな刺激を受けるような、方からこう、お話を伺ったりとか、いろんな境遇のね、方がいらっしゃいますけども、まあ、その日に日によってね、こういろんなたくさんの方からたくさんこう学ばさせていただいてるんですよね。で、皆様も、まあ、普段の日常からね、こう気づくことってたくさんあると思うんですけども、まあ、その中でね、今日は、少しね、そのテーマに沿ってお話しさせていただきたいなと思っております。でですね、まずまあ欲求っていうね、ものがありますけども、まあ、欲求だけにこう突き進んでいってしまう。ね。ぐーっと。まあ、その一点集中もいいかもしれませんけども、まあ、そんなことよりもですね、実はこういろんなお話をさせていただいている中で、まあ、何をこう得たいのか、それからまあ自分の人生だったりとか、まあ、仕事でだとか、ね。まあ、何かこう自分の目的ですよね。まあ私でしたらこうスポーツもやってましたから、まあ全国大会優勝とかね。まあそういったものでも当然いいんですけども、実際にそういったこう何かをこう掴みに行くっていうね、もの。何か自分の何かこう物欲、欲的なものが満たされるっていうね、なんかこうギラギラしたものよりも、なんかキラキラしたイメージっていうんですかね。そちらをこう満たすことの方に意識を持っていくと、結構こう自分自身の意識が、とか、まあ気づきっていう部分が、なんかこう自然と増えるようなことをね、なんか結構多いんじゃないかなと私は思ってるんですね。うん。決して悪くはないんですけどね。で、実際にですね、まあ、あなたのね、皆様ね、これご覧いただいているチャンネル皆様、本当あったかい方ばっかりで、本当にありがたいんですけれども、まあ実際にですね、まあ普段ね、まあ実際こう自分自身が気づく意識を持たなければ、どれだけいい情報やね、見ることがあっても吸収はできないっていうね、ことがやっぱり起きてくるんですよね。見逃してしまうっていうイメージですかね。で、まあ誰もですね、まあ実際にこう生きていく中でね、基本的にはもう当然当たり前の行動を結構私は普段からお話しさせていただくことが多いんですけども、実際に誰も、当然私おしんもですね、誰も私の代わりには生きてくれません。ですから自分自身が気づいてどのような形でね、こううまくいきたいとか、まあ結果を残したいとか、こんな自分になりたいってことを自分自身が自分自身に問いかけて気づいてね、そして見つけに行かなければ、やはり何をやってもあまり続かないんじゃないかなと。そして自分自身がだんだんですね、こうつまらなくなってきてしまう自分にもなるような気がします。ですから本当の自分になりたい自分に出会うためには、実は頭でねすごくまあ勉強したりとか、そういったことはすごく素晴らしいんですけどね、本読んだりなんかこうね、こうまあ講演聞きに行ってとっても大事なんですけども、一番大事なのは実は実践です。うん、実践です。やっぱり現場はですね、やはりいいですよね。で、よくですね、私がこう長くさせていただいているね、女性のまあ先輩がいらっしゃる、その女性の先輩がよく言ってくださってたのは、試合ありますよね。まあ、例えばテニスあったとしますよ。まあ、何でもいいんですけどね、観客席に自分が座ってたとしますよね。観客席でいるのか、それともコートに選手として立ってプレーをする。あなたは
どちら側のね人生を送りたいですかと。まあよくですね、私が言うのは、人生の中で自分がスポットライトを浴びる、ね、自分が主人公になった上で生きていく意識と、誰かがいいな、あんな風になれたらいいなと思っている観客側ですか、ね、観客側で、ね、あの試合すごいなってパチパチってすごいいいんですけども、でも実際には自分の人生を生きるって部分では、やはりコートに立ってプレーする、ね、自分の人生をプレーするのはやはり私たち、ね、皆様なんですよね。ここが結構本当に何回もねこうお話しさせていただくんですけども、自分軸でやはり歩むことが大事なんじゃないかなと思うんですよね。ですから高い視点、ね、未来の自分から自分自身をよく見るっていうことね、よく何でもこうお話結構出てくるかもしれませんけども、本当にそういった意識を持って今の自分とどれぐらいのギャップがあるかとか、何が違うのかっていうことをね、こう気づくっていう点が非常に大事なんじゃないかなと思うんですよね。ですからそういった部分を意識してどんどんこう自分自身を活性化していくっていうねことが非常に大事なんじゃないかなと思います。でまあね、いろんなこうブログだとか SNS だとかいろんなものにもこうね、いろいろこう書かせていただいておりますけども、実際にはこう日常の生活で自分自身はまあ主婦だからとか、若いからとか、年取ってるからとか、忙しいからとか、まあいろいろとねこういう思い当たる節はたくさんあるかもしれません。でもですね、私自身が皆様にお伝えしたいことのメッセージは、絶対的にどんな立ち位置だろうが自分自身が目指すことにしか意識は向かないっていうことですね。ここが非常に大事です。ですから自分自身が何かを求める自分にまずなろうよっていうことをすごくね、いろんな多くの相談者の方たちにさせていただいております。まあ今日はですね、まあここで2て終わりにさせていただきますけども、本当に寒くなってきましたんでね、寝る時とかあの部屋でゆっくりできる時間がねありましたら、ぜひとも暖かくしてゆっくりお休みください。ではですね、まあまたぜひ次回ご覧いただきたいと思うんですけども、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてね、ブログとかね SNS もやっておりますので、ぜひそちらの方もフォローの方をしていただければ嬉しいです。ではですね、また次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。それじゃあまた。